ジュリアス・ホーリー・シーリー、ジュリアス・ホーリー・シーリー、ジュリアス。ホーリー・シーリーは、アメリカ合衆国の宣教師、作家、アマースト大学の学長であった。新島城と内村勘蔵の恩師として知られる。コネチカット州、ベッセルに、セス・シーリーとアビゲール・テラー・シーリーの息子として生まれる。1845年に、アマースト大学に入学、1849年に卒業する。 1849年より、大番人学校で学び、1852年に卒業する。そして、プロイセンのハレ大学に1852年から1853年まで留学する。帰国後、1854年にエリザベス・ティルマン・ジェームズと結婚する。1853年より1858年まで、ニューヨーク市のシニクタでの第一オランダ。 改革派協会で牧師を務める。1858年にアマースト大学に戻り、1890年まで精神と道徳哲学の教授になる。その時、新島城が入学して学び、シーリーと信仰を深めた。1877年よりアマースト大学の第5代目学長になる。また、百七十七年より百九十二年まで、 アマースト大学協会の牧師を務めた。新島城がアマースト大学に入学した時は、新島を駅まで出迎え、入寮までの3週間過程に引き取った。それ以降、シーリーの家がホストファミリーになった。シーリーの講演集、宗教要論全が発行された時には、新島がシーリーを絶賛する序文を寄せた。またシーリーは、アマースト大学学長時代に、 新島に名誉学位を送った。内村勘三がアメリカの養護院で働いているとき、アメリカに来ていた新島城と再会して、新島にアマースト大学で学ぶことを勧められた。そして、1886年内村はアーマースト大学の特化生として3年次編入する。シーリーとの導きにより、3月8日、キリスト教信仰上の改新を経験する。 現代文で読む新島町283から284ページ、鈴木憲久、内村三三32ページ。ありがとうございます。